これより両選手の紹介が行われるものと思われます。もちろんこの試合で勝った方が第7回のチャンピオンカーニバルの大トロフィーを受けます。両選手の紹介、優勝決定戦60分一般勝負を行います。赤コーナー330番のアルドラザーブッチャー、まずブッチャーの紹介であります。相手は若い強さ、優勝は決定したものと嘘吹いておりました。続いて鶴田、初優勝へ燃える鶴田であります。チャンピオンカーニバルの開催中に28歳の誕生日を迎えましたジャンボ鶴田でございます。さあ山田さん、両者の対決になったんですが、どうですか、予想した顔ぶれになったんですか、それとも、まあね、はい、ズバリ申し上げてね、トップグループに2人ともいましたからね、はい、ちょっとね、今日のレフリーは入念ですね、いいですね、これをやらないと、はい、レフリーが試合前のチェックですね、はい、これはシューズのジッパーを外してね、おっと、はい、おっと今ちょっと突っかけましたが、これはジャンプ鶴田いきません、ダメですね、まだ試合前の注意で60分一本勝負の開始のゴングは鳴っておりませんが、今当然城樋口レフリーは狂気をチェックしたんでしょうね、そうでしょうね、はい、どうやら狂気はないようです、はい、決勝戦だからね、絶対にやってもらわなくちゃダメですね、そうですね、うん、さてゲストのジャイアント馬場選手、惜しくも23点で実に1点差でこの決勝進出にならなかった馬場選手ですけれども、馬場さんの現在のお気持ちですけれども、やはりジャンボ鶴田に優勝してもらいたいというような気持ちが強いんじゃないですか。もうそうですね、もうジャンボにぜひ勝ってもらいたい、もうそれだけですね、そうですね、はい、そしてこのチャンピオンカーニバルのトーナメントの最中には指定の対決があったんですけれども、これはジャンボ鶴田ジャイアント馬場選手の対決は時間切れの引き分けに終わったんですが、試合の後馬場さんはジャンボ鶴田と、体を合わせてみて本当に大きく大きく成長したというふうに言っておられましたけれども、いかがですか。目に見えないところがね、目に見えない強さ、そういうことは僕らしか感じないんですよね、非常にその上手くなったということはね、言えると思うんです。なるほどね、その対決をした体験からですね、今夜このブッチャーを迎え撃つわけですけれども、はい、どういうふうな作戦を授けましたですか。まあね、今ちょっとレフリーがブッチャーをチェックしているときにジャンボが突っかけていきましたね、はい、あれもその、まあ、いいんですけどもね、やっぱちょっとこう冷静、もうちょっと冷静になった方がいいような気がしますね。あ、そうですか。山田さん、ジャンボ鶴田は気力が非常に充実してますよね。気力はね、充実してます、はい、ただね、私は試合前にね、いろんなデータをもとにね、冷静に分析したんですがね、はい、はっきり申し上げてね、ジャンボにはね、そのブッチャーを徹底的にフォールするというね、うん、もう確実な切り札がまだ一つないんですね、なるほど、そういった意味でね、はい、ほんのわずかながらブッチャーの方が部がいいんではないかという気がするんです、ね、ズバリ山田隆さんの予想はアブドワザブッチャーということですね、しかし相当ね、試合はもつれると思いますね。なるほどね、まあ両者この対決何度も行われまして、ジャンボ鶴田も勝ったことはあるんですが、おっとブレンバスター、それほど高さはありません、それほど高さはありません、マットの上から50センチくらいは持ち上がったかと思われますが、やっぱり効いてないですね、それほど効いてませんね、効、はい、いてないです。馬場さん、今のダメージどうでしょう。もうダメージなんてものはまだ与えてません、与えてない、そういう点でね、やっぱこれを何回か続けたらね、やっぱりジャンボがブッチャーをフォールする可能性があるわけですからね。そうですね、そうでない限りね、ジャンボがブッチャーをフォール勝ちするってことはちょっと、うん、今まで例がないですからね。例がありません、はい、まあ、今日秋田県立体育館町前に膨らんでっておりますが、ジャンボ鶴田の初優勝に期待するお客さんがもう大勢いるんで、ちょっとお話を聞いてみたんですけれども、キャンバスの中でこの四角いマットの上でピンフォールを奪って優勝してもらいたいと、こういうふうな気持ちを抱いているようですがね、山田さん。不安としてはね、そうかもしれませんけれどもね、はい、本当に勝つんだったらそんなことにこだわってきゃダメですね、はい、何が何でもね、もうどんな手段でもいいから勝とうということでなきゃダメだと思います。勝てば初優勝ですからね。そうなんです、まあね、自分の、はい、この間シカゴで馬場選手がね、ブッチャーをねノックアウトした形になったんですが、DWF のタイトルを取り返した、ああいう風にやってもらいたいですがね、果たしてねジャンボにそれだけの力があるかどうかですよね、はい、ジャンピングにいいパット、顎の先端、ブッチャー倒れるか、我慢する、倒れるか倒れるか倒れない、チョップで倒した、チョップで倒しました、そのまますかさずカバーの体勢返します。ブッチャーの馬力です。ジャンボにスタミナありますからね、もうとにかく攻めて攻めて攻めまくったらチャンスありますね。本当ですね、そうしてね、もうとにかく反則勝ちでもカウンターでもでもですね、何でもいいから、とにかくジャンボが
買ってもらいたい。なるほどね、まあ、じゃあもうそういう考えでいたらね、はい、いいんですよね。なるほどね。山田さん、その今シカゴの話が出ましたが、シカゴのインターナショナルアンフィシアターでのババタイブッチャーの PWF ヘビー級の選手権の時にこのジャンボ鶴田はセコンドに入ってました。あの試合をまざまざと見ているわけですよね、当然参考にするでしょうね、あの時はね、とにかくババ選手がね、はい、もう流血させてね、もう完全にブッチャーのスタミナを奪っちゃいましたね。そうでしたね。ということはこの試合でも当然アブドラドブッチャーの流血を狙わなきゃダメですか。そうですね、やはりね、わーっとものすごい馬力、徹底して攻めなきゃダメですよ。そうですね、コブラツイストを仕掛けましたけれども腰のバネで一発で跳ね返しました。アブドラザブッチャーでございます。ブッチャーは先ほどもお伝えしましたように第4回大会で優勝しておりまして、この第7回大会で優勝しますと2回目の優勝ということになります。ゲストのジャイアント馬場選手は6度の優勝を今回狙っておりましたけれども、惜しくも23点で決勝進出はなりませんでした。マナ弟子ジャンボ鶴田がその恨みを果たすかどうか、場外乱戦の様子を。ジャンボ鶴田のチョップ、拳打ちだ、拳で打っています、拳で打っています。そして赤い鉄柱へ目標を定めましたが、今度はパイロドライバー、場外でのパイロドライバーか、どうだ、あー来ました、すぐに上がればリングアウト勝ちがありますが、どうでしょう。いいですね、いい作戦です。さあさあどうだ、ガッツポーズを出しました鶴田でありますが、アブドラザブッチャーがまだキャンバスの外であります。ちょっとパイロドライバーのダメージが大きいか。今ブラックジャックが、ブラックジャック、黒の革手袋が微妙に動きました。あー額が切れたか、額が切れたか、腕のあたりに血が滴り流れ落ちております。アブドラザブッチャーまたしても流血になってまいりました。しかし一旦血を流してから危険ですからね、山田さん。そうですね、はい、床へキャンバスじゃなくて床へね、パイルドライバーやったんで期待が割れたんでしょうね。そうでしょうね。さあキックでいきます。またしてもおっと自ら場外に飛び出しました。ちょっと気負っています。この辺りちょっと心配ですが、しかし冷静にすぐにリングの中に戻りますので、非常に考えた作戦でしょう。ジャンボ鶴田であります。何が何でも勝ちたい、何が何でも勝って初優勝、これが目標であります。次期シリーズにはジンキニスキーとの UN 選手権、それから世界チャンピオンハリーレースへの挑戦が決定しています。弾みをつけたいですからね、山田さん。そうですね、さあアブドラザブッチャーのダメージですけれども、馬場さん、ブッチャーはこういうポーズをよく取るんですが危険なんですよね、まあ、これは本人計算のうちですよ。計算のうちですからね、今回馬場さんブッチャーと戦ってみて、ブッチャーの戦力、馬力はどうでしたか。かなり馬力はね、もうありますね。去年もまあ横浜でね、30分僕引き分けたことあるんです。そのぐらいやっぱスピードは30分ぐらいのスピードは、スタミナはですね、はい、持ってますからね。そうですか。ということは山田さん、今日は60分の一本勝負、両者ともに60分フルタイムやる気なんですね。そうですよ、この程度の流血じゃダメですよ、ダメですか。シカゴの時のあの流血、あれぐらいやらなきゃダメですよ。リングサイドの役員席の背広がもう真っ赤になりましたからね。それほどの凄まじいジャイアント馬場選手の攻撃でした。あのシカゴアンフィシアターの試合を思い出しますが、さあロープで振ってジャンピングにインパクト、胸をそれから顎の先端を通り越して額に打ち当たりました。これはどうだ、ワッとカウント2です。カウント2ですね。返します。まだね、ブッチャーは何にも仕掛けてないでしょ。ああそうですね、何かまだまだ策を考えておりますアブドラザ・ブッチャーでありますが、受け身一方であります。決勝戦勝った方が栄誉ある大トロフィーを受けます。アブドラザ・ブッチャーの表情、あっと思い切って弾みをつけましたのキック攻撃、あっとものすごい流れ落ちる血、すごい流血になってまいりました。アブドラザ・ブッチャーです。うわ強烈な血です。しかしまだ四角の時の血の量とはちょっと違いますね。そうですね、まだ巻いてないですね。まだ巻いてないですね。あいったー、あっと足を切った。手をくの字にいたしまして胸のあたりに一撃、地獄突き胸のあたりに打ちました。アブドラザブッチャーです。勝てば2回目の優勝。さあこのスタイル場内を沸かせます。秋田県立体育館、そして地獄突きが飛んでいきました。パワーがあります。狂気シューズ攻撃、鶴田ダウン、鶴田ダウン、そして位置を変えました、位置を変えました、位置を変えました。地獄突きです。強烈な地獄突きを連発しておりますアブドラザ・ブッチャーでございます。さあ今度は頭突き攻撃、正面を向き合いました。地獄突き、強烈なものすごいパワーに物を言わせました攻撃。今度は拳で額を打つ、額を打ちますアブドラザ・ブッチャーです。ちょっとジャンボ鶴田と体勢が
変わってまいりましたね山田さんね。これを受けちゃいけませんね、受けちゃいけませんね、はい、拳打ち連打ですね、両方の腰に手を回しておりますが、おっと左の手を振り払った時にジャンボ鶴田が場外に落ち込んでしまいました。さあまたしても場外乱戦の様相です。お客様の中に飛び込んでいきます。激しい音、机ですね、机に当たりましたね。この辺りは新聞記者の机が並んでおりますけれども、そこに打ち当たりました。あっと強烈にちょっとひるんだ隙にガンガンいきます。ブッチャーがいきます。じゃあものすごい頭突き攻撃、すごいヘッドバットのラッシュであります。そして噛みついています。額の辺りを噛みついています。アブダラドブッチャーです。さあルールの方は決勝戦も PWF ルールでございますが、両者やっと冷静さを取り戻しましてリングの中に入りました。再びリング上マットの上での対決でございます。鶴田も切れましたか、鶴田の額も割れたようです。返り血ではありませんね、左眼に打たれました。ヘッドバットの猛ラッシュによりましてジャンボ鶴田の額が真っ二つに切れた模様でございます。あーっとギャーというような会長のような叫び声、気合を入れましての地獄突き、アブドラザブッチャーです。すごい攻撃ですね山さんね。この大会ほとんどもウィークポイントのないと言われているアブドラザブッチャーですけれども、探すとすれば何でしょうね。やはりね、後頭部への攻撃が、はい、今放送席が狙われました。放送席には宿敵ジャイアント馬場選手がおりますけれども、今ジャイアント馬場がジャンボ鶴田に行け行けというような気合をかけました。 PWF の因縁もあります。しかし今夜は相手はジャンボ鶴田でございます。ゲストの馬場さんではありません。優勝決定戦です。第7回のチャンピオンカーニバル。さあゲストの馬場さんに鶴田が行く。勝てば初優勝。ガンガン打ちつける、ものすごいナックルパンチ、勢いをつけて額に2パットを持っていきました。強烈な2パットでアブドラドブッチャーが倒れました。すごい流血。さあガンガン攻めまくります。もう間髪を入れず攻め抜くことですかね。そうですね、はい、やはりもうジャンボの方がね、はい、スタミナで絶対有利ですからね、ガンガン行くことですね。馬場さん、このシリーズなんですけれども、ジャンボ鶴田は守りよりも攻めに徹していたような攻撃が見られましたね。そうですね、はい、まあ、そういう攻めてる間はね、はい、いいです。まあ、ブッチャーなんかこいつ突きを警戒してね、あとはもう攻めまくった方がいいですね。なるほどね。さあブッチャーなんかやられてもね、動かないでじっとしてるでしょ、はい、だから、ね、そんなにあのスタミナロスしないんですよ。なるほどね、はい、今トップロープから、はい、フライングエルボーバットをつきました。そしてエルボードロップを落とす2連発です。聞いています、3連発、若さをここで爆発、4連発エルボードロップ。さあ5連発いった、まだダメか、まだダメか、6連発を見せて、そしてカバー、これは効いただろう、どうだ、ダメです。相手はアブドラザブッチャー、そう簡単には参りません。今しかしエルボードロップの6連発どうですか。そうですね、やはりねブッチャーはね首も太いしね、はい、うん、まあこれね、はい、やっぱりはめられたらねまた6連発いくぐらいの、そうね、気迫がね、なるほどね、馬場さんもしきりと気迫を言っておりますが、スピニングトーホールドに転じました。2回転スピニングトーホールド、足を殺しに行きます。さあどうだ、ギブアップか、アブドラザブッチャーギブアップか、あっと両方の手を伸ばした、ロープですね、ロープに逃げました。ロープブレイクを命じます、上樋口レフリーです。足を攻めるのが一番いいと思いますよね。いい攻撃ですか、はい、はい、そういえば昨年の決勝の時にはジャイアント馬場選手は32門ロケット砲を多用しましたね。さあ今度はジャンボ鶴田が場外に出ました。そしてアブドラザブッチャーに思い切って持っていきますが、またしても放送席が狙われそうだ。ものすごい勢いで放送席になだれ込んでまいりました。ジャンボ鶴田とアブドラザブッチャー決勝戦でございます。アブドラザブッチャーと顔面が流血、そしてジャンボ鶴田が思いっきり攻めます。放送席が完全に占拠されてしまいました。放送席の机の上にアブドラザブッチャーが大の字、それを思い切って狙い撃ちする。ジャンボ鶴田思い切って拳でナックルで打つ、ものすごい勢いでナックルで打ちますが、さあ上樋口レフリーがゴングを要請した、が果たして初優勝の行方は、優勝の行方はまだ放送席が占拠されたままです。リリー・フランシスが飛んでまいりました。もう放送席の机はもう真っ赤で血塗られましたが、今度はドン・ミラのあたりも飛んでまいりました。今上樋口レフリーがゴングを要請しました。松永君どうぞ。
両者リングアウトですね。両者リングアウト、両者リングアウトですか、はい、はい、そうしますと優勝決定戦両者リングアウトということで、今の段階ではまだ優勝の行方ははっきりいたしません。立ち会い人のロードブレアス会長がいないんですけれども、馬場さん、これはどうなるんですかね。これはね、もう勝負つけるまでやらなきゃいけないです。勝負をつけるまでやらなきゃいけない、はい、いつの間にか東若又、それからビッグレッドあたりもやってまいりました。いわゆるアブドラザ・ブッチャー軍団でございます。倉持蘭さん、はい、見解はですね、はい、ロードグラス会長から勝負つけるまでやるということに決まっているので、ええ、この後は無制限一本勝負で勝負がつくまでやるということです。なるほど、はい、いわゆる延長戦ですね、はい、時間無制限一本勝負だそうですね。トロフィーがね、夏にやることできませんからね。本当ですね、まあ、やっぱり勝負つけないしょうがないです。さあ、大変なことになりました。原淳二リングアナウンサーによりまして、試合延長、時間無制限一本勝負が告げられました。さあ、すでにゴングが鳴っておりますが、リングサイドはいわゆるアブドラズブッチャー軍団、加藤若又、それからビッグレッドあたりが取り巻いています。さあ、ジャンボ、それからピンフォールの体勢、優勝なるかダメ。山田さん、怖いのはリングサイドのブッチャー軍団ですよね。絶対手貸しをさせていけませんね。本当ですね、さあ、一旦リングに倒れ込んでおりますアブドラズブッチャーの額目がけまして、ジャンボ鶴田がやります。馬場さん、今の見解ですけれども、勝負がつくまでやらせるということですね。もうそういう勝負を決めなきゃいけないんですからね、はい、本当ですね。さあ、試合がすでに始まっています。何しろ何が何でも勝った方が優勝でございます。時間無制限の勝負になってまいりました。さあ、そして今度は仰向けにしました。ジャンボ鶴田がもうガン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 攻めをかみます。山さんね、このシリーズ今ね、ロープダウンですからね、あれレフリーが注意してますから、ああいうところはジャンボも注意しなきゃいけないんですね。そうですね、ちょっと気を取ってるような感じですね、はい、ちょっと興奮してきましたね。ちょっと興奮してきましたね。あくまでもこういう試合になりますと冷静さを持たなきゃいけませんね。しかし、まあ、優勝決定進出は初めての経験、ジャンボ鶴田。さあ、ダブルチョップ、チョップで倒すか、倒らない、倒れました。一旦倒しておいてカバーの体勢、何が何でもカバーだというような、そういうような作戦であります。ジャンボ鶴田倒すとすぐにカバーに行きますが、もう一つ動きが欲しいですね。山田さん、そうですね、はい、決定的なものをね、奪ってから行きたいですね、さあ、今度はパイルドライバー脳天不意打ちだ。どうだ、リングの中央で倒しましたが、しかしポジションを読んでおりますアブドラド・ブッチャーですが、さあこの間を利用してジャンボ鶴田がトップロープ、フライングエルボーバット、しかし地獄突きが待っていた。あ、エルボードロップ。さあ、勝負はあったか、どうだ、勝てるか、勝てない、鶴田勝てません、鶴田勝てません。アブドラザ・ブッチャーの優勝です。まだ公式な発表はありません。しかし今、上皮口レフリーは右の手を上げようとしましたね。カウント3ですね、カウント3ですね、カウント3でアブドラザ・ブッチャーの優勝のようです。ロープから落ちてくる速度、加速度がついてましたからね、はい、ブッチャーの突きにね、そうですね。さあ、物が投げ入れられます。いわゆる今度はジャンボ鶴田の信奉者ディック・スレーターが登場してまいりました。そしてゲストによりましたジャイアント馬場選手が今リングの中に飛び込もうという体勢でございます。物が投げ入れられます。興奮のるつぼと化しました秋田県立体育館。いやー、山田さん、鶴田優勝できませんでしたね。いやー、あのね、はい、おそらく鶴田君はね、はい、あのロープの最上段に上がってね、あのダイビングプレスのね、あの大勝負に出たんだと思うんですよ、そうですね、それがね、裏目に出ましたね、はい、しかしあのカウンターのね、のど突きを食って、その後エルボーですね。やはりね、百戦錬磨の強者だけあってね、ブッチャーのね、ああいうね、ここは逃しませんね。本当ですね、本当によく見ておりました。場外では東亜鎌田とジャイアント馬場がやり合っておりますが、ふんまんやるかたない。初優勝を逸しましたジャンボ鶴田が勝負は終わっておりますけれども、ディック・スレーターの力を借りまして、アブドラド・ブッチャーの額顔面にめった打ちでやります。しかし優勝は逸しました、優勝は逸しました、ジャンボ鶴田でございます。どう
してもこのチャンピオンカーニバルの大きな壁につまずいてしまいますね。そうですね、今回はね、はい、怪我もなくてね、順調に決勝まで上がってきたんですがね、土壇場の大勝負、本当にね、博打を打ったあの最上段のロープからのね、一発がね、裏目に出てしまいましたね。そうですね、本当に残念ですね。アブドラザ・ブッチャーは第4回大会に続きまして2回目の優勝でございます。アブドラザ・ブッチャーです。今リング上では表彰式が行われる予定になっておりますけれども、優勝トロフィー、それから盾あたりを掴みました。4人の選手がもう入り乱れました。そして黄金の大トロフィーを早くも手中にいたしました。アブドラザ・ブッチャーです。この大トロフィーだけは絶対に渡さないというような表情、ディック・スウェーターが行きます。黄金の大トロフィーが倒れました。盾ももうめちゃくちゃでございます。果たして表彰式ができるかどうか、関係者ももう非常にこわごわとした表情でリングの中に待っておりますけれども、あまり大騒ぎをしております選手もうなだれ込んでまいりますので、ちょっと恐ろしいような表情を見せております。さあ、優勝はアブドラザ・ブッチャーに輝きました。これよりリング上では、表彰式が行われます。表彰状並びに大トロフィーが、TWF ロードブレアス会長の代理秋田放送の工藤豊常務によりまして読み上げられまして、大トロフィーが贈られることになっておりますけれども、早くもその大トロフィーを手の内に入れております。胸の中にがっちりと抱きかかえました大トロフィー。これをなんとか振りほどこうとするディック・スレーターでございます。おっと、準優勝のトロフィーの角にですね、アブドラザ・ブッチャーが額をぶつけてしまいましたね。そうですね。さあ、大変な表彰式になりそうです。アブドラザ・ブッチャーです。アブドラザ・ブッチャーが果たして表彰を受けることができるでありましょうか。一旦は黄金の大トロフィーを手にいたしましたが、今度はジャイアント馬場選手を狙い撃ち。ジャイアント馬場選手と PWF の因縁があります。シカゴの復讐はこの大会タイトルマッチの規定がありませんので実行できませんでした。実行できませんでした。アブドラザ・ブッチャーがジャイアント馬場選手をめがけまして狙い撃ちでございます。どうしても初防衛の相手はブッチャーを選ばなきゃなりませんからね。この両者の因縁はチャンピオンカーニバル、実はこの決勝の相手はジャイアント馬場というふうに思っていた、アブドラザ・ブッチャーですけれども、意外にもジャンボ鶴田が勝ち上がってまいりまして、ジャンボ鶴田をエルボードロップによりましてフィニッシュに収めました。アブドラザ・ブッチャーの優勝でございます。